ピンポーンパンポーン。この動画及びこのチャンネルでは蒸気の要素が含まれます。苦手な方はブラウザバックをお願いいたします。大丈夫だ、問題ない。問題ない方は最後までゆっくりしていただけると幸いです。どうも皆さん、待たせたな。みんなのアイドルゆかりさんです。皆さんこんにちは、キズナあかりです。アコトレパート22です。前回はパリからグランビルの配送でしたね。今回も引き続き配送をしていきましょう。前回は確かカットなしでしたけど、今日はどうしますか？今日はいつも通りに程よくカット入れつつにしようと思ってます。それじゃあいきますよ。出発。どこの配送行きましょうか？程よい感じのところがあればいいんですけどね。あ、このグランビルからボルドー、良さそうですね。これ行きましょうか。走行時、それじゃあまず荷物の積み込みに向かいましょう。ご安全に。前回の配送先周辺は少し狭かったですよね。ちょっと道が狭かったですね。走るときは十分に注意して走らないとですね。とりあえず道路に出ちゃいましょう。右です。左見て、右見て、もう一度左見て。よし、行きましょう。この辺は路中すごいですね。途中の道路もすごい路中いましたよね。まもなく左方向です。ここを左っと。左です。あ、ここ一通じゃないですか。やらかしました。戻りますか。待ってくれてありがとうございます。こっちを左でしたね。せっ、ま、なかなかに狭いですね。あれ、あかりさん、右側見てください。あの人は間違いない、おっさん兄弟ですよ。車ぶつけてますよ。謎理論やめて。クラクション鳴らしてるんですけど気づいてくれないですね。他人の空見でしょうか。いいものが見れたので今日はいいことありそうですね。ゆかりさんの中でのおじさんは一体どういう立ち位置なんだろう。守り神的な何か。いや、私に聞かれても。出たのラウンドアバウト。私これ本当に嫌いです。慣れが必要ですよね。出口です。ナビを見るとラウンドアバウトが連続してるんですね。ご愁傷様です。4連続ラウンドアバウトが終わり、集荷先に到着しました。やっとお荷物の積み込みですね。
目的地に近づきました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。さあ荷物積んじゃいますか。駐車場所はここですね。あ、曲げすぎた。これはかなり修正案件ですね。こうなったらあれを使うしかないですね。あれって駐車完了です。カットしたのにふっす曲がってるじゃないですか。まあそういう日もありますよね。え、視聴者に同意を求めるな。積み込み完了と目的地まで。あとは配送先に向かうだけですね。それじゃあ、のんびり向かっちゃいますか。はーい。マユケン。それじゃあ、コメント返信コーナー行っちゃいますか。そうですね。マユケン。ニコ動だと、30分以上の動画は 360p に強制ロックだ。ヨウツベ版のリンク載せてくれ。この点うっかりしてました。コメント見てからすぐに、YouTube のリンクを貼っておきました。会話少なめ BGM マシマシか。試験的に前回会話少なめカットほぼなしでやってみましたがどうでしたか。会話は想定よりは多めに入れてみました。ここイギリスだっけ。早速やらかしてる。あれ普通に間違えましたよね。ちゃんと今どこにいるか覚えてないとダメですね。おい待て、北海道と同じぐらいカオスだぞ。あの横から追突は本当に許せないですね。単に管理側からすれば信号機いらない分楽に交通量をかけるがある。人間の察しと譲り合いの要素があって初めて成立する交差点だな。信号より流れが速く渋滞しにくい。信号より維持管理費が安く上がる。ラウンドアバウトはラウンドアバウトのメリットがあるんですね。私は許そう。だがこいつが許すかな。トミーが引っ込んで左折で出れないなら右折でさっさと出た方が。これマジで鼻から鼻水でした。目から鱗な。あの時右折する頭なかったんですよね。 DTS も ATS もトラックホールあるじゃないですか。あれで合図威圧するとそこに止まってる停止車両が1台ずつ前に進みますよ。ホーンって役目果たしてくれるんですね。今度無意味に鳴らしてみますね。迷惑。そういやキノコないのね。主さんマヨネーズは？こっちの車両はコーラしか積んでなかったですね。マヨネーズは今のところ保留です。マヨネーズそのまま飲むと美味しいですよ。え、もう合流アタック慣れちゃって無意識に避けれるようになったぞ。どうせ向こうが罰金払うやろし当てたろ感やばい。合流アタックは実車と違う危険性がありますからね。今回のコメント返しコーナーは以上とします。たくさんのコメント、広告ありがとうございました。マヨケン。だいぶ暗くなってきましたね。これでも到着まであと4時間半ほどあるみたいですね。まだまだ長旅ですね。右レーンをお進みください。あ、燃料が少なくなってます。右方向出口です。ガソリンスタンド探して小休止しましょうか。そうですね。右方向出口です。
ドが見えました。じゃあ給油してる間に飲み物買ってきていいですか？あ、いいですよ。ゆかりさん何か飲みますか？それじゃあコーヒーお願いします。わかりました。ちょっと行ってきますね。行ってらっしゃい。あと1時間ちょっと、頑張らないと。ただいま。お帰りなさい。はい、コーヒー。ありがとうございます。あかりさんは何買ってきたんですか？コンポタです。え、売ってたんですか？売ってました。じゃあ飲みながら残りも走り切っちゃいましょうか。はーい。マユケン右方向出口。すっかり夜中になりましたが、ボルドーに到着です。到着。左方向。この坂を登り切ったら左ですね。左です。左右確認、よし。車通りもほとんどないですね。真夜中ですからね。早く配送を終わらせて休みたいですね。慣れては来てますが、さすがに眠いですよね。この左の建物が配送先ですかね。まもなく左方向です。合ってるみたいですね。今日はラッキーパターンか難しいパターンか。左です。その先左方向です。左です。目的地に近づきました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。あ、ラッキーパターンですね。でも壁に近いので一回で多分綺麗には収まらない気がします。曲がってすぐですもんね。前半でちょっとぬるいことやってしまったので、こっちは綺麗に駐車しましょうか。こんなところかな。いい感じですね。よし、これで文句ないでしょう。窓を閉めて。エンジンを切って。エクセレント。今日も無事終わりましたね。長時間お疲れ様でした。アコトラパート22は以上となります。いろいろなゲームに手を出してるので投稿頻度が遅くなってすみません。トラックを待ってくれてる方には申し訳なかったです。他のゲームもやりつつアコトラも更新していきますので、気長に待っていただけると幸いです。日本マップシリーズは走れる地域をほとんど走ってしまったので一旦お休みといたします。絆観光バスはもともと不定期予定だったので、気が向いたら投稿します。また次回も見てくださいね。それでは今回はこの辺で。バイバイ。